はい、こんばんは。サディルーム斉藤です。今日は中一理科植物花の作りの0回目の授業です。今日私は画面には出ずに綺麗な花の写真をいっぱい見て皆さんに花に興味を持ってもらおうと思ってます。で、花なんて興味はないわっていう、特にそこの男子、わかります。私も中学校の時花なんて興味なかったです。でも今になって思えば花に興味を持つ、植物をに詳しくなると女子にモテるんです。もうそういうきっかけでもいいです。植物に興味を持ってちょっと勉強していきましょう。はい、まずこれバラの花束50本です。私が奥さんに送りました。この後奥さん1週間ぐらいは優しかったですよ。で、皆さんも、まあ、50本のバラは中学生しんどいかもしれないですけど、今度ホワイトデーのお返しするときに1本か2本花を添えてみてください。めっちゃ恥ずかしいですけど絶対に評価上がるはずです。モテるはずですよ。さあ、じゃあいろいろ写真見ていきましょう。はい、これ表紙にもしてた香川県にあるひまわり畑の写真です。すごいですよね。もう圧巻です。もういつまででも見てられます。あと瀬戸内海を望むマーガレット畑、これも綺麗ですね。でも桜はもう日本の代表の花ですね。こう桜のトンネルだったり、これも瀬戸内海を見渡せるところにある、桜の名所です。で、彼岸花なんかもこういっぱい一緒のとこに咲いてると綺麗です。で、彼岸花って赤が有名なんですけれども、最近こういう白い彼岸花も増えてきました。で、うちの庭にはちょっと変わった黄色の彼岸花なんていうのもあります。はい、他にカメラやってると植物をアップで撮ることもあります。これ何だと思います？これ菜の花なんですけども、まあ、今から習うおしべとかめしべも綺麗に見えてます。あとタンポポの綿毛なんかもこんな風に撮ったらちょっと不思議な感じですよね。で、白いタンポポ、花弁とかめしべとか綺麗に見えてます。で、コスモス、こう花びらのところに黄色い花粉がついてるのもよくわかります。アジサイもいろんな色があっていろんな種類があって綺麗ですね。アジサイの花なんですけど、さあ皆さん、このアジサイで花びら、花ってどこだと思います？はい、正解は花はこのちっちゃい部分なんです。ここが花びら、まあ、今から習う花弁、理科では花弁って言うんですけど、ここが花弁です。皆さんが花びらやと思ってる部分、ここは萼なんです。で、この萼とか花弁っていう言葉も、今から学んでいきます。植物って花だけじゃなくてこういう果物も美味しいですよね。で、いちごだったりりんごだったりさくらんぼだったり、めっちゃ美味しいですよね。皆さんも好きですよね。さあ、この中で果実を捨ててるものがあります。さあ、ちょっと考えてみてください。1番いちご、2番りんご、3番さくらんぼ、この中で果実を食べずに捨ててるのはどれでしょう？正解はリンゴなんです。リンゴの果実ってこの部分で、みんなが食べてるあの美味しい部分は硬くっていう茎の一部が膨らんだ部分なんです。ですから皆さん、ここ食べないですよね。リンゴの果実は捨ててます。正解は2番でした。で、同じくイチゴも果実はこの種みたいに見える部分、みんな種やと思ってる部分がイチゴの果実です。で、みんなが美味しく食べてる部分はリンゴと同じく硬くっていう茎の一部が膨らんだ部分なんです。で、さくらんぼは、みんなが食べてる部分が普通に果実です。で、今度さくらんぼとよく似たこれイチョウの実、銀杏ですよね。で、このイチョウの今実って言いましたけど、イチョウには果実はありません。で、さくらんぼみたいにこう周りの果実に見える、実に見える部分、実はこれは種子の分厚い皮になります。で、なんでイチョウに果実がないのか、松も同じで、イチョウとか松は果実のできない植物です。
これもこの花の作りの中で勉強していくんですけれども、最後の写真、これが松の花の写真になります。花びらとかないんですけど、これが松の花です。ちょっと植物に興味持ってもらえましたか？だ、興味を持ってこういうところを勉強していきましょう。モテるためでもいいので、いろいろ覚えていってください。それでは今日の講義はおしまいです。